での優勝に全てをかけていました。4人での決勝、トム・カレンはオーストラリアのトム・キャロル、ハワイのジョニー・ボイゴン、南アフリカのマーティン・ポッターを下し、見事優勝を飾り、最年長記録をマークしたのです。 ASP シーズンの幕開けはオーストラリアのベルズビーチとナラビーンでの大会です。この大会から試合方式が変更。長年 ASP は早いラウンドで1対1の対戦方式を取ってきましたが、それが3人での巴戦に変更となりました。ベルズビーチでの大会は5位につけたトム・カレンでしたが、ナラビーンではこの新しい試合方式に抗議し、予選途中でボイコット。 ASP はこの行動に対し2000ドルの罰金を科しました。しかし大会用のウェットスーツを脱ぎ捨てたカレンは、逆にサバサバした表情で思う存分に自由なライディングを楽しんだようでした。カレンは一路西オーストラリアのローコーストラインブルーウォーターズへ向かいました。今回の旅のもう一つの目的はレコーディング。ギターとドラムはプロ並みという彼の腕が買われ、地元のミュージシャンが招待してくれたのです。彼にとっても願ってもない申し出でした。サーフィンで疲れた体を音楽で癒しリフレッシュできるからです。そしてまた新たな気持ちでサーフィンに向かいます。旅の同伴者は南アフリカのフランキー・オーバーホルツァー、そしてオーストラリアのチャンピオンクリス・デボ・デイビッドソン、カリフォルニア出身のジミー・プロセットも一緒です。撮影の合間にはカレンを囲んで3人ともライディングの研究に余念がありませんでした。元サーキットチャンピオンのアドバイスを受け、3人はそのテクニックにさらに磨きがかかったようです。自由なライディングで波とのセッションを楽しんだトム・カレン、今度はサーフボードを楽器に持ち替え、
音楽仲間とのセッションです。サーフィンを終えた彼は毎日この屋外のスタジオでセッションに参加。みんな夢中になり、練習は夜遅くまで続けられることも少なくありませんでした。To capture Tom's music in an environment that he's comfortable in, which is here in Yallingup, where it's the best surf in the world, and recording it outside in the amphitheater underneath the sky, it's great. 今回のレコーディングに集まったメンバーはお互い一緒に演奏するのはこれが初めて。音楽経験もまだ少ない彼らにとってインスピレーションだけが頼りです。レコーディングが夜遅くまで続いたにもかかわらず、カレンはいち早く起きて車のルーフに飛び乗りました。今日は早朝から別のサーフィンスポットへ移動です。オーストラリアには世界的に有名なサーフィンスポットがたくさんあります。しかしそのスポットにたどり着くまでには道なき道を走らねばなりません。車も人間も土ぼこりをかぶり、目的地に到着した時には全身真っ白になっています。乾ききった荒野を抜けると、そこには壮大な海が現れました。リバーブリーフです。みんな到着早々ボードを持って海へ入っていきます。ポイントに行くまでの間に土ぼこりはきれいに洗い流されていました。
それぞれが見事なテクニックを披露。カレンのライディングはパーフェクトでした。デイビッドソンは波との絶妙なセッションを展開。フランキーは素晴らしいパフォーマンスを見せてくれました。今回参加した20歳のフランキーは抜群のテクニックを持ちながら大会には出場していません。しかし世界チャンピオンになる野心がなくとも彼のサーフィンに対する情熱は本物。オーストラリアへの初めての旅の感想を聞いてみました。 It's just unreal. It's like a full mission, you know. You go through the bush and you all of a sudden you pop up out of like, you just pop up out of nowhere. Three hills, it's onshore the other side, you get to the other side, it's just offshore and these perfect barrels come in. バンドの息もぴったり合ってきました。波とのセッションも予想を上回る素晴らしさでした。僕たちの冒険には終わりはありません。まだまだ知らない世界が僕たちを待っています。あなたもサーフボードを片手に冒険の旅に出てみてください。新しい発見と感動に巡り会えることでしょう。
西オーストラリアの美しい海、世界各地にはまだ美しい海が残されています。私たちの手で海を守りましょう。サーファーマガジン、マイク・ランブリージがお送りしました。